皆さんこんにちは。私はしずかです。私はなおこです。どうぞよろしくお願いします。花さがじじい。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日畑仕事をしていると隣の犬がおじいさんのところへ走ってきました。隣のおじいさんが追いかけてきました。助けてください、殺されてしまいます。どうしたんだね。今朝ご主人の魚を誤って食べてしまったのです。そこへ隣のおじいさんが出てきました。どうか許してやってください。どうでしょう、この犬を私に1000年で売ってもらえないでしょうか。1000年はちょっときついな。こいつには餌をいっぱいやった。1万円なら売ってもいいな。しかし犬の命が助からない。払いましょう。どういうことって、犬はおじいさんのものになりました。おじいさんを大切に育ってポチを見つけました。ある日おじいさんはポチが山に出かけました。するとポチが突然吠え出しました。ここを掘れ、ワンワン。こりゃたまげだ、金貨が出てきた。ありがとうよポチ、お前は本当に頭のいい犬なんだな。このことを聞くと隣のおじいさん、木をこっそり連れて行くとポチに見せました。これと小さく吠えました。あ、箱が出てきた。なんじゃこれ、ヘビだ、殺してやる。とうとうポチは殺されてしまいました。おじいさんはポチがかわいそうで庭に墓を作ってやりました。すると不思議なことが起こりました。大きな木型が生えてきて、遠くからともなく声が聞こえてきました。この木で臼を作りなさい。おじいさんは早速臼を作ると米を引いていきました。すると不思議なことが起こりました。米が交番に変わったのです。これを聞いて隣のおじいさんはすぐ薄いを薄い出し米を引いていました。しかし何も起こりませんでした。怒って薄いを燃やして石を引きました。おじいさんはその灰をうちに持ち帰りました。しかしこの灰は何度も木の花を咲かせる灰でした。おじいさんは村で評判になりました。ある日おじいさんは漁師のお屋敷に呼ばれました。おじいさんが灰をまくと桜の木が一斉に満開になりました。これには漁師も大満足でした。おじいさんはたくさんの褒美をもらいました。これを聞いて隣のおじいさんは漁師のところへ行きました。私こそ桜の木を咲かせる名人です。これから咲かせましょうと灰をまきました。しかし何も起こりませんでした。さらに悪いことに漁師の目に灰が入ってしまいました。漁師は大変怒って隣のおじいさんを牢屋に入れてしまいました。以上、ご清聴どうもありがとうございました。谢谢第十一组同学的表演，接着请第十二组于佩璇同学。